大津さん、大津彩香さん、選挙に出るみたいですね。僕、大津さん頑張ってるわけではないかな。ホテルに行ってプール泳いだりとかしてますよね。11万円でしたっけ。すごいですよね。会員とかなってないですよね。大丈夫ですよね。ちょっと今日は大津さんに対してちょっとね、苦言を言いたいなというふうに思っています。ぜひとも皆さんね、最後まで聞いていただければいいかなと思いますけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。オフ会の関係本当にありがとうございました。メンバーの方からもですね、こうした方が良かったんじゃないか、あした方が良かったんじゃないかっていうのと同時にですね、楽しかったっていうコメントもですね、いっぱいいただきました。本当に参加してくださった方々ありがとうございます。まあ、今後に生かせて、もっともっと楽しい界隈にしていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。というか、よかったですね。僕も勉強させていただきました。立花さんとお話しさせていただいて、アズライールの時のね、動画に関してはまだ編集中でございます。大変、とても大変。近日中に公開すると思いますので、ぜひ皆さん言っていただければいいかなというふうに思いますが、それと同時にですね、大津さんの件にちょっと振りたいな、これはどうなんだろうなっていうところがありましたんで、読んでいきましょうか。まあ、ちょっとね、ドースポの記事を引用するという形になっておりますが、民族党ですね、大津彩香さん、選挙出ますということで、破産手続き中の中でもね、衆議院選公算の関係でですね、不適な出馬宣言ということでございます。ちょっとね、これぜひ皆さんね、調べていただきたいなというふうに思ってて、今ね、かなり、もし僕の予想が外れてくれるっていうことをですね、まず祈りながらですね、話していこうかな。もうここはね、ここまでもうリーチかかったんだったら、言ったら潰されないだろうと、ね、思ってますので、その関係の話をね、していこうかなというふうに思います。まずは記事をね、読んでいこうかなと思うんですけども。破産手続き中の中で、民族党の関係ね、大津彩香さんが14日、自身の YouTube チャンネルで早ければ秋にも行われるですね、衆議院選の出馬に関してをね、意思しましたと。で、この関係でですね、大津さんに関しては、今日決まったことであって選挙出ますと。選挙区も決まりました。多分ね、横須賀だと思いますけれどもね、神奈川ですね、神奈川の選挙区だと思うんですが、なのでもう準備することが明白になったので、これからの方、なんかいろんな方々にですね、協力いただきながら準備して、秋にもあるかもしれない選挙に備えていこうと思ってますということで、外選とかいろんな方々にお会いするのは大好きなので、これからもね、選挙に、通してね、もう選挙を行おうと思ってるので、皆さんの声掛けしていただければね、嬉しく思いますということで、声を弾ませましたと。で、ここまでなんか気分が高揚してるっていうのが、ちょっと僕からしてみたらなんかあんなって僕は思ってたんですね。で、まあその当時の話なんですけど、党内部分始まった6月の時ですね、ガルーの界隈ですね、それこそ情報局さんですね、ガーシー情報局、今情報局さんになっちゃってますけど、情報局さんと、ガルの、まあ、なんか、界隈の方々とですね、ちょっとお話しさせていただく機会がありまして、そういえば、大津さんって神奈川の選挙区出るのかな、衆議院選って話になった時に、そういえば神奈川の選挙区って確か地元あいつやったな、ということで、今、総裁選でめっちゃ有名になってるあの方ですね。あの方の地盤なんですよ。皆さん、名前聞いたらびっくりすると思いますけど、小泉進次郎くんですね。地盤なんですよ。で、ちょっとね、嫌な憶測がどんどん飛び交ってて、そのスペースの中で話してた内容と全く、ほぼ、そのね、1年間の予想をかけたんですね。ちょうど6月、去年の6月に。こうなるんじゃないかと。ね。で、立花さんがやってるのは民事再生とか破産手続きがあるよね、みたいな話になって、ほぼすべて、僕たちの予想をしていた、ね、プランっていうのかな。まあ、予想した内容を、ほぼ、すべて的中してるんですね。90% ぐらいの確率で的中していて、おいってなってるんですよ。んで、まあ、少なくとも衆議院選の関係で、小泉進次郎さんが出てくることは、まあ、間違いないよね、みたいな話になった時に、もしかしたら、ね、自民党がね、例えばなんだけど、不祥事とか起こした瞬間に、なんか、進次郎さんがね、当選する、まあ、いわば自民党総裁、ね、就任して内閣総理大臣にするかもしれないよね、みたいな話になった時に、これ、まあ、大丈夫でしょうと。自民党の今の盤石さをですね、まあ、揺るがすようなことはならないでしょうとかって思ってたんですけど、まあ、LGBT 制定し、かつですね、その自民党裏金事件がまあ、もう本当に大打撃ですよね。自民党の中では大打撃になっちゃったっていうことだったので、あ、これはいけんぞと。進次郎じゃないかと。で、僕過去の動画でですね、進次郎さんが内閣総理大臣になってもおかしくない状況になってきてますよね、今ね、って話をしてたんですけど、まあちょっとね、もしもよ、大津パパが、その、純一郎さんを筆頭とする小泉連合とですね、仲がいいってなったら、あやつの応援に駆けつける可能性があるんですよ。それが嫌なんです、僕からしてみたら。それが嫌なんですね。で、まあ、そんなことは絶対ないかもしれないけれども、少なくとも縁があってもおかしくない。で、もっと言うと、小泉さんたちが、ま、盤石を築いてきた、その、まあ、なんていうのかな、影響力ですよね。っていうのの組織票が、彼女に流れ込んでもおかしくはないなっていうふうに思ってしまったんですね。
で、まあ、そのことについてもちゃんと話してました。なので、ちょっと、皆さんね、これは、僕の憶測であってほしいんですよね。憶測であってほしいからこそ、話半分に聞いてていただきたいんだけれども、少なくとも、大津さんのお父さんがやってる事業っていうのは、投資物件だったりとか土地の関係ですよね。そういうのを、まあ、ディベロッパーだったりとか、建設だったりとかっていうのをやり始めて、やってると。いうことなんですよ。だから、まあ、少なくともですね、従前ビルの関係だったりとかっていうのも、ま、いろいろとね、示唆していくと、まあ、大津さんの後ろにね、例えばなんだけど、政治家がいてもおかしくないよね、と。で、まあ、今回の総裁の関係だったり、神奈川の関係だったりとかっていうので、まあ、人脈としてね、小泉進次郎に行き着く可能性は全然あると僕は思ってしまったんですね。で、それをフジポンチャンネルの方で僕もお話しさせていただきましたが、僕はこれは動画にした方がいいなと思ったんです。だから、はっきり言います。多分、NHK 党の支持者の人たちにとっては嫌なことかもしれませんが、僕はですね、嫌なんです。このことについては、皆さん知っといてもらいたい。単純にね、単純に知っといてもらいたい。もし、進次郎がなんで急に、大津さんの擁護とかって言うのではなく、準備を進めることはすごく大事だと思いますね。知識としてある程度ですね、こうなってもおかしくないよなっていう準備、下準備をしておくとですね、まあ、順当にこうなってしまったよなとか、ああ、こうならなかったか、じゃあこういう風に私たちはやっていけばいいよねっていうですね、予測を立てられるってことはですね、覚悟を決めることができるってことと同義なので、準備をするっていうのはですね、何よりもですね、自分の心象だったりとか、心情だったりとかっていうのをね、揺るがない一個のね、硬いものとしてですね、なんていうのかな、持つことができるっていうことなので、ちょっとですね、この件に関しては皆さんちょっと知っといていただきたいなというふうに思いましたね。いや、ちょっともう、ほんと嫌、ほんとに嫌、ほんとに嫌、もうほんとに嫌もう何回も言うけど。で、立花さんの口から、まあ、進次郎さんでしょうという言葉も言われておりましたので、まあ、僕はですね、立花さんちょっとアズラエルのところでお話しさせていただいた結果ですよね。まあ、竹川クリステルの件だったりとかですね、本当に、なんていうのかな、特にアズラエルに来られるところには、そういった、まあ、なんていうかな、自民党の方々とかっていうのもですね、来られてるそうなんですね。で、そう考えてみれば、ああ、なるほどなと、まあ、なんかいろんな、なんていうのかな、やっぱ政治的なね、情報だったりとかっていうのを立花さんは吸収してって、そこから分析してああいう動画を出してるっていうことだから、こういう風にはならないと僕も思ってるんだけれども、でも、神奈川だしなーって思ってるんですよ。小選挙区だしなーって思ってるんですね。なんで小選挙区がっていう話なんですけど、いや、小選挙区って、なんかね、その、地元じゃないですか、正直な話。だから、その、なんていうのかな。まあ、なんていうのかな。なんでこんなボロ屋にさ、例えばなんだけど、何々さんのポスターが貼られてたりとかすんのとかって思う時何回かありません？ああいうのって、わざわざその、なんていうのかな、まあ、講演会の人間が、例えばなんですけど、その、自宅に行ってね、何々さんっていう政治家を私たち応援してるんですけど、協力してくれませんかと。で、この地方のね、例えばなんだけど、道路だったりとかっていうのを国会に反映させてくれたりとかするんですよって、まあ、それをやったのが二階なんですけど、二階さんなんだけど、ってことじゃないですか。いわばね。いわばそういうことじゃないですか。だから、面識があってもおかしくないなっていうのは十分に考慮した上でですね、準備を進める。まあ、もっと言うと僕たち国民ができることなんてなんもないんだから。ね。だけど、知っとくことによって、動じることはなくなる。だから、ストレスが減るっていう意味ではですね、まあみんなこういうことになってもね、動じないようにしましょうねっていうことを言ってるということでございます。ね。まあ、僕が言ってることが単純なね、憶測に過ぎないというふうに思ってくれるとすごくありがたいんですけど、まあなってもおかしくないよねっていうふうに思ってしまったんですよね。少なくとも小泉進次郎ではないが自民党の議員がですね、大津さんの応援演説に駆けつけるとかっていうことになってもおかしくない状況下にはなってきてるかなというふうに思いますね。まあ総裁が出てこないと思ってもね、彼女のバッグには、まあ親密な関係になった小泉進次郎がいてもおかしくない。まあそれは、僕の単純なですね、憶測っていうか、まあ 99% ない、予想であってほしいんだけれども、まあ可能性があるっていう時点で、僕からしてみたら考慮すべき案件かなというふうに思ってしまいました。はい、ということですね。ね、まあ、こんだけワクワクしてるってことは、それだけのね、例えばなんだけど、まあ、なんか人脈的なものがあるんかなっていう風に見えてしまいますよね、どうしてもね。はい、ということで、この次の話ですね。この日ですね、岸田文雄さんが自民党総裁の関係で不出馬を明言されました。9月に行われる総裁選直後のですね、新たな首相の下で解散総選挙の見方ですね、がですね、有力となっていますよって。で、もっと言うと自民党の票っていうのが少なくとも割れるんですよね。で、民粛って少なくとも破産してるかもしれないけれども、言ってることは正しいじゃないですか。ね。だから、その政治リテラシーがない人たちからすれば、大津彩香という人間を検索する前に選挙に行く可能性はあるんですよね。だから僕は怖いんですよ。だから怖いんですね。めちゃめちゃ怖いんですよ。彼女が衆議院議員として当選する、まあ、ならないとは僕は思ってるんですけど、そんなことは絶対ないと思うね。小選挙区で受かることなんか絶対ないと思ってるんですけれど、その思ってるんだけれど、かなり検討しそうだなっていうふうに思う。で、かなり検討しそうっていうことは、それなりに、それなりにですよ。彼女が、例えばなんだけど、ね、
当選一歩手前のところまでとかってなったら困るじゃないですか。困るっていうのかなんていうのかな。債権者が困りますよね。まあ債権者はまあ、うん、困らないか。いや、どうなんだろうな。もう、なんかね、マジでそうなったらめんどくせえんすよ。何よりもめんどくさいんですよ。で、もっと言うと、彼女が、例えばなんだけど、2000万円後援会に入れたっていう理由もね、これ、意味を持ってくるんですよ。そうなってくると。だって、どう考えても、あれじゃないですか。選挙費の関係だったりとか、そういった諸々の関係でお金使っててもおかしくないでしょ。で、4150万円っていう金額、この金額自体がどういう意図を持ってるかっていうのも、なんとなく見えてくるんですよね。ああ、多分政治家と繋がるためか、もしくは何かしらの会食とかにも使ったんじゃねえかっていう風に見えちゃいますよね。あんだけの高級料理店行ってるんだから。っていう話なんですよ。だから嫌なの。だからみんな、いやもうこれもうなんか俺が持ってるモヤモヤ分かってっていう風に思っちゃうんですよね。はい、まあこれも憶測に過ぎないのかもしれないですけれども、かなりね、まあもうちょっと的を得てんじゃねえかなって自分で思ってしまうぐらい嫌な憶測ですよね。はい、まあ僕がすごいんじゃなくて、その周りの人たちの情報網をいろんなのをかいつまんでいって最終的に行き着いた推論っていうか、まあ自分の論ですよね、を構築していったら結構的を得てんじゃねえかなっていう風に思ってしまったということでございます。解散総選挙の有力になってますよねと。で、まあ今年1月の同党に関しては国会議員ゼロとなりまして、政党助成法の関係ではですね、国政政党、まあ国政政党としての要件を失っていますと。で、公職選挙法上のですね、同要件に関しては失っていません。だから大津さんが東京15区補選の関係ですね、都知事への擁立をね検討したほかですね、今年の1月2月に向けてですね、計4150万円の政党プロモーション費ですね、広告費を支出し、そして自身の講演会に関しても2000万円支出していたことに対して選挙対策費用と説明している。まあだからもう多分なんて解散総選挙を打つ可能性があるなっていうことは、まあ彼女の情報も持ってしても多分分かってたんじゃないかなっていうのが分かっちゃったと、今回の件でね。いやー、作詞だね。いや、だから大津さんのバックの人間が何者なんかよう分からんのよな、ここまで行くと。だって、あまりにも、用意周到にいろんなものの準備を進めてますよね。だから怖いんですよね。いや、何度も言いますが、彼女自身は、例えばなんだけど、その、なんていうかな、ホテルに行きましたとか、プールで泳ぎましたっていうね、ツイートやないし、ポストをすることによって、どういったハレーションが起こるかっていうことを想像しないのに、SNS をやってるから、僕は彼女は SNS をやめろというふうに言ってるんですね。それはなぜかっていうと、民粛党の人たちも擁護しようがないでしょ、ああいうことされちゃうと。ね。いや、その通りだよね。だから破産状態になってて、ね、例えばなんだけど、自身が7000万円のお金をですね、要求されて、まあ、返還請求されてるにも関わらず、例えばなんですけれども、ああいう高いホテルのね、プールで泳ぎましたっていうね、ツイートをすればですね、いや、その前に債権者に対してお前さ、もっと言うと、破産管財人に対して何千万円の返済どうすんだお前はっていう風な声が上がってもおかしくない。で、そういうことが分かってないからね、自分のああいうポストをね、出しちゃうってことなんですね。で、これが分かってるか分かってないか。で、行ったのはいいんだよ。行くのは別に問題ないの。ポストするなって言ってるの、俺は言ってるの。SNS で出すなって言ってるの。それが分かってないからこういうことやっちゃうし、もっと言うと彼女は、ね、今この状況下っていうの分かってるでしょと。で、この状況下でなって自分がやってることっていうのがどれだけひどいことなのか、まあ、少なくとも債権者にとってどれだけひどいことやってるのかっていうのが分かってるし、もっと言うと NHK 党に一票投じてくれた支持者の人たちですよね。その一票投じて支持者の人たちだったりとか、ガルーの人たちですよね。その人たちの政党助成金を自分の思うがままに使ってるっていうのが、僕たちから、国民からしてみたらね、何言ってんの、何やってんのお前っていう風になってるということでございます。ね、ちゃんとしてよと。ちゃんとやってよ、マジで。って思うんですよね。で、ただまあ、破産管財人の関係で管理下にあるですね、同党に関して取り巻く状況は複雑だと。破産手続きに対してですね、同党に関しては抗告を申し立てて許可されていますと。まあ、これに関してはね、立花さんは、いやもう形式が揃ってるんだから受理されてるだけでしょ、ということで言われておりましたけどもね。で、特別抗告に関係も、特別抗告も行っている最中で、最高裁は秋にも判断を下すと示唆されていると。だからまあ、9月中には判断されるんじゃないかな、というふうに思ってます。いや、もう僕は正直な話、8月の30日ぐらいに、出てもおかしくないかな、というふうに思ってたんですけれども、かなり遅いですよね。だって、6月ぐらいには抗告しますみたいなこと言ってたのかな。抗告は棄却されてるわけですからね。っていう状況下なんですよね。また第2債権者集会の関係で11月19日の予定ですね、最高裁の判断待ちをするためにですね、破産管財人に関しては大津さんの行動にも寛容な態度を示していますが、最高裁が棄却した場合にいよいよね、身動きが取れなくなるですね、まあ公算が高いということで、まあトースポベビもね、まだ正しいね情報を発信してるんですが、その後にね、こういう形で言われてました。代表権争いは一審の関係で、大津さんがね勝訴していますが、公訴判決が10月30日に控えてますよねと。で、大津さんの出馬宣言に対して、ね、支持者の賛同理解を示す一方ですね、債権者立花さん側に反発するですね、まあ、避けられないということで、まあ、選挙があった場合本当に出馬できるかっていうのはね、かなり不透明な状況であるので、まあ、ここがねすごく重要なんですね。まあ、解散総選挙があったとしても、衆議院選のね解散総選挙があったとしても、少なくともね
内閣不信任通ったとしてもですね、告示があったとしても、大津さん自身が選挙に出馬することができるのかできないのかよくわからんっていう状況になってると。ただ、出馬したというふうになってみたら、かなり彼女は選挙で票を取りそうではないかっていうことの推論が立つってことなんですね。まあ、そんなことはないかもしれないです。僕が言ってることがかなりの憶測なのかもしれませんが、にしてもですね、いやもうほんと首都出身嫌い、俺。いや、もうね、麻生さんもね、いやもう自民党の僕、悪口、まああんまり僕言いたくないんですけど、だって保守派のね、青山さんとか高市さんとかいるじゃないですか、杉田さんとか小野さんで、ね、いるね。で、応援してるんですよ、彼ら、彼女らに関してはね。で、麻生さんが最近になってね、河野太郎、例えばなんだけど、なんかちょっと押してる雰囲気が出てきてるじゃないですか。で、麻生さんって、まあ少なくともね、その河野太郎のお父さんに対してちょっと恩があるっぽいんですよね。だからこそ、恩と義理を果たすために自分の息子ですよね、河野太郎っていう人間を、なんか総裁に据えたりとかってやると。で、こういうのって、なんか不合理だし、不条理っていう、まあ国民から見たらね、不条理だし、不合理だなっていうふうに思うんですけれども、でも彼らの、例えばなんだけど、政界にとってはね、例えばなんだけど、その、なんていうのかな、まあ麻生さん自身の視点で考えてみると、いや、義理と人情で、息子がね、一生懸命頑張ってるんだから、あの時お世話になった人だし、応援しなきゃいけないよなっていう理屈いつもわかるんですね。で、そういうことも理解した上で、でも、大津彩香は違うだろうって僕は思うんですよ。いや、てよ、だから、大津さんさ、国会議員になりたかったんだったら、少なくとも立花さんの手組んどいた方がまだ良かったんじゃない？だって破産状態じゃなかったんだもん。そうでしょ？ね、名目上は自分は党首だ、ね、で、勉強していって最終的にっていうのが一番ベストな彼女の回答だったんだけれども、それをやらなくなっちゃったよねっていうね。いやー、これはね、なかなか嫌なことに気づいたなと。でもこのことについて発信している人がいないんですね。なので、八角さんとかやってくんないかなと思っちゃったんだよな。いや、今僕よりも全然影響力あるのってカモフラさんとかいろんな人たちがいるんですけど、ね、あの N 国の犬さんとかね、 NHK 党の支持者の人たちいっぱいいますしね。で、そう考えてみたら、いや神奈川の選挙区って確かそうや、小泉進次郎の地盤じゃんって思ってね、横須賀ってそうじゃん、マジでその通りじゃんって思っちゃったんで、もうめんどくせえめんどくせえ、こんなことに気づくのめんどくせえと僕は思っちゃったですね。もう、R.E. さんと今度お酒飲みに行きます。はい、あ、いや、あの銀さんと R.E. さんと僕とゾウさんで飲みに行きます。もし、彼女が当選したら、もう哀愁の意を込めて、みんなで飲みに行きましょう。もう嫌だって。嫌だよ。もう嫌だよ、もうこんなの。ねえ、下手に気づくとですね、不幸になるということはそういうことなのかなというふうに思ってしまう限りでございますが、その次の話ですね。まあ、おつさんに取り巻く状況下でございます。なんかいろいろとですね、あの話が出てますけれどもね。はい。損害賠償請求とかっていうことでね、立花さんの多分切り抜きチャンネルの方かな、出されてますね。マリアさんでございます。大津さん、まるで女性の代表のような発言はするのは迷惑ですと。不快だとか気持ち悪いね、つきまといは、大津さんの感情的なお気持ち表明でしかすぎません。ただ、またね、明けど幹事もで、都合のいい時に女性を持ち出して、それに対する質問を答えずですね、そしてこういう無責任な言動に関しては女性に政治を任せられないというふうにね、言われてもね、仕方ないですよね、ということで、まあ、動画とかね、ツイートとかをね、やってると思いますね。はい、もうね、すごいっすよね。はい。僕は政治じゃないけど、一般社会、実社会においてもですね、女性とか男性とかっていう枠組みをね、減らすべきだっていうふうに思ってるんですね。だって、その、今の社会っていうのは少なくとも男女平等三角なわけですよね。だから男女で、平等に、公平に取り扱いましょうねっていうことを言ってるわけじゃないですか。だからこそ、例えばなんですけど、嫌なことがあって叱るべきなんですよ。女性の方々にね。本当申し訳ない。こういうこと言いたくない。だから言ってるんですよ。僕は元にあった保守的なね、思想をもってして、女性の権利をちゃんと主張、ちなみに言いますけど、例えばなんだけど、明治とかね、昭和とかの感じで、もう女性は家にいるのがもう当たり前みたいな社会をしようとしてるわけじゃないんですよ。そこはゼガヒヒでいいじゃない。ゼゼヒヒでいいじゃないって言ってるんですよ。女性ができることは女性がやる。男性ができることは男性がやる。ね、ここをちゃんとね、分担して、ね、それをちゃんと理解した上でやるべきなんですよ。LGBT がそれの最たる例じゃないですか。今回のさ、例えばなんだけど、フランスオリンピックの関係のボクシングの件。ね。あれどう考えてもダメでしょっていう話なんですよ。身体的に、例えばなんだけど、男性が女性を超え、女性が男性を超えることは難しいと僕は思うんですね。ね。
そこは例えばなんだけれども、科学的根拠に基づいて、ね、例えばなんだけど男女で、まあこれは競争し合える競目だったら競技だなっていうことをやっていかなきゃいけないと。で、女性が女性で抱えているですね、不合理っていうのもあります。ね、例えばなんだけど、ね、病院の先生だったりとかね、例えば自分たちが研究職についてるのにも関わらずその論文が使われなかったら、これ不合理だったりとかしますよね。そういうのはなくさなきゃいけないと僕は思いますよ。能力でちゃんと実社会においてですね、利益になる人材をですね、輩出していくっていうのはすごく重要なことだと僕は思うんですが、それでもですね、やっぱり身体能力だったりとか、すべてをですね、平等化させるっていうことは違うんですよ。みんなが自分の得意分野で戦う社会っていうのが、本来僕たちが求めていた、ね、一番重要な社会だと僕は思ってるので、自分が得意とする分野で戦っていけるようにですね、その中で不条理とか不合理っていうのがないようにしていくっていうことが、これからの社会に必要なね、政治だと僕は思っています。ね、ということで、大津さん、戦ってください。ね、戦ってください、本当に。ね、逃げるんではないね。で、戦略的撤退とですね、逃げることは全然違いますからね。はい。はい、よく覚えておいてくださいね。はい、じゃあその次でございます。当たってて笑ったということで。おや、NHK 党から民族党へ党名を変えても、あなたの政治的存在感は変わらずゼロのままですね。Twitter では熱心に投稿していますが、フォロワー数を見る限りみんなであなたをスルーしています。動物の権利を主張していますが、あなたの政治生命はすでに絶滅危惧種ですよ。あなたの選手生命は面白いな、災害時の情報をリツイートするのは立派ですが、あなたの政策が最大の災害だということに気づいてないようですね。次世代にツケを残さないと言いながら、あなたの存在自体が現代政治へのツケになってますよね。破産手続きの経緯を説明していますが、それはあなたの政治家としてのキャリアの予言になりそうですということでね、いうことですね。まあ、あの大津さんね、ボロ負けしろっていう風に言ってる人たちの気持ちもよくわかるんだけれども、僕はそこからちょっと一歩踏み込んでですね、でも彼女の地盤ってこうだよねとか、いろんなですね、変数ではなく確定したものですね。例えばなんだけれど、さっきも言ったじゃないですか、小泉進次郎の地盤っていうのは神奈川だよねとか、菅さんも神奈川だよねとか、ね、そういうところからね、徐々に分析していって、彼女がもしかしたら繋がってるかもしれないっていう、ここに関しては変数かもしれませんが、そういうところをですね、きちんと考えてですね、戦略的な戦い方をできるようなですね、支持者の人たちの数を増やしていくっていうのが僕は重要だと思うんですね。ね、適切な批判、適切な分析、適切な考えですね、思考をすることっていうのはですね、絶対的に、まあ全体の評価が上がることになりますから、戦術的戦略的っていうことを考えてね、やっていってほしいなというふうに思います。民主主義の全否定、政党乗っ取りですね、有名な大津彩香さんですね、衆議院選出るそうですが、こんな乗っ取りをしてもですね、しかも破産しているのに立花さんの取った多額のですね、政党助成金、僕たちから取ったんだよ。立花さんとそして国民ですよ、国民の税金からね、多額の政党助成金をですね。親会社に移すようなね、人間に議員になってほしくない。その通りなのよ。その通りなのよ。だったら、あのね、僕ね、大津さんに対してね、もう政治家になりたいんだったら、正々堂々としなさいと言ってるのに過ぎないんですよ。僕がずっとこの動画で言ってる。まあもう、このチャンネルで言ってるけどな。ほぼ、すべて。ね、大津さんね、もう、あなたがやってることっていうのは、正々堂々じゃないの。裏隠して、もっと言うとですね、国民に説明をしないで、もっと言うと、その政党助成金のね、使途に関してはね、国民に説明しなきゃいけないものでしょ。しなきゃ、いや、なんか、例えばね、政治資金収支報告書が、とかっていうことを言ってたりとかするかもしれない、彼女はね。彼女はそういう風にね、いや、私たちはルールの範囲に乗っ取ってとかって言ってるかもしれないけど、それが嫌だから立花さんと決裂したんでしょ。わかる？法律の枠組みの中で何でもやっていいんだっていう風にやる立花さんが嫌だからあなたは民族党を作ったっていうことの理屈付けにならないのよ。わかる？まずそこで自分ミスしてるじゃない。だから本当だったら立花さんの手法を使って民族党っていうものをですね、構築するのが正解だったんだよ。立花さんを切って立花さんを否定してやろうとしてるから矛盾が生じてるんですよね。だからやってることと言ってることが全く僕からしてみたら支持することもできないし応援することもできないんですよ、あなたはね。だからもうなんか大丈夫ですかと、どうですかと、皆さんどう思いますかというふうに思っちゃうんですよね。ね、自民党総裁選挙に関しては岸田さん総裁不出馬になりました。解散するかもしれませんね、秋ということでね。あ、解散するのは別にいいよ。衆議院選であなたが出てくるのもいいけど、いいけど、そのお金がどこから流れて出てきたお金なのかっていうことはちゃんと、特に国民ですよね。国民と債権者の人たちに説明を果たしてほしいなと。なぜって言ったらですね、僕は NHK 党に一票入れてる、支持者であり、です。多くの人たちも、ね、あなたのことに対して苦言を呈している人たちもですね、NHK 党に一票入れて政党助成金をですね、確保するだけのですね、ことをやってるわけですよ。
その 100万人の国民の意思をもう自分から否定しておいて、その人たちの上に立ってるからあなたを批判されてるんですよ。そこをちゃんと分かってほしいなというふうに思ってしまう限りでございます。久しぶりに大津さんのね、ことをねちょっと取り上げましたけれども、衆議院選に、出るというふうに言ったらですね、まあ僕は少なくとも大津さんのね政治的な主張っていうのをですねアンチテーゼ出していこうと思いますけれどもね、しますし、もっと言うとね大津さんの今回のね件に関してはですね、あまりにもやってることと言ってることがでも矛盾してるからね、まあ僕はあの彼女が国会議員になる、まあなんかね、あのこのごたごたが終わって出馬するんだったらこれはいいと思うんだけど、このごたごたが終わってない最中で民族党のね件をねやるっていうのはどうなのっていうふうに思ってしまう限りではございます。以上です。面白いと思いました。チャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。以上です。バイバイ。